戦後50年の村山談話が発表された直後の1995年8月、談話が政府の公式見解かどうかをめぐり、複数の国から疑問が出ていたことが、朝日新聞が外務省への情報公開請求で得た文書や外交記録で分かった。日本政府は閣議決定した談話であり、政府の公式な見解だと強調。各国に理解を求めていた。安倍晋三首相が近く出す戦後70年の談話、安倍談話でも、その内容に加えて、閣議決定の有無が焦点となっている。当時の文書によると、8月15日の村山談話の発表を受けて、外務省は各国政府の反応をまとめた。同省総合外交政策局は、翌16日、各国首脳らの発言などから、総じて言えば、過去の植民地支配と侵略に対し、深い反省とお詫びの気持ちが率直に述べられたことを評価したと分析した。ただ、一部の国には異なる反応もあった。豪州では、21日に、当時の長谷川和俊中央大使が、エバンス外相と面会。外相は、お詫びが、総理個人としての気持ちか、内閣全体として、なのかについては、若干の微妙な問題があると指摘した。大使は、内閣として決定した点を念押ししたが、外相は、内閣は、総理個人の発言として承認したのではないかと返した。インドネシアでは、24日、日本大使館職員と接触した大統領補佐官が、首相が一人称で語っていることから、政府の立場ではないとの見方があると、言及。職員は、談話は、閣議決定を経て初めて発表されたものであり、政府の見解だ。一人称なのは、政府を代表して総理が述べたからであり、通常のことと説明した。野坂貢健官房長官も、23日、中国共産党機関紙の人民日報のインタビューに対し、村山談話は、内閣の決定を経ていると強調した。